株式会社谷タ田タは体重計など継続機の大手メーカー。シガレットケースや貴金属宝飾品などの製造販売を手掛けた金属加工メーカーとして創業。独自の技術力で様々な製品を製造するが、かつては OEM による自宅生産が主で自社ブランド製品は少なかったというが、1992年の乗るだけで計測できる。 体脂肪系の発売と1994年の世界初となる家庭用体脂肪系譜ヘルスメーターを発売して以降自社ブランドの確立に至ったという日本で初めて家庭用体重計を製造販売ヘルスメーターと命名した世界で初めて体脂肪系や体素成系を製造販売するなど常に先進の健康機器を提供している その他、料理測り、タイマー、活動量計、歩数計、医療施設向け体組成計、体脂肪計等を製造、販売している。丸の内谷田食堂が入る、国際ビル帝国劇場が入るビルと同じ建物に入っている。同社の経営理念である、我々は、測るを通して、世界の人々の健康づくりに貢献しますを自ら、 実践する場として、1999年に、社員の健康の維持、増進を目的に、東京都板橋区の本社に、社員食堂をオープン。美味しく、お腹いっぱい食べていたら、知らないうちに痩せていたをコンセプトに運営するスタイルを伝えた、オンライン情報誌の取材が、NHK の関係者の目に留まり、同局のテレビ番組、サラリーマンネオのコーナー、 世界の社食からに取り上げられ、これを見ていた大和書房の編集者からのオファーによって、体脂肪系谷田の社員食堂という書籍が発売され、これがシリーズ累計420万部発行という爆発的なヒットとなった。2013年にはこのレシピ本及びエピソードをベースとした映画、体脂肪系谷田の社員食堂が有価主演で制作されている。 上述の社員食堂は社員向けであり、社員、関係者以外の利用はできないが、2012年1月11日に、上記書籍のレシピを元にしたメニューを提供する、丸の内谷田食堂を、東京、丸の内にオープンした。1店舗あたり、年間7200万円の売上モデルを構築しており、1号店の状況を見極めた上で、店舗数の拡大を検討するとした。その後、 関西や地方都市を含めて店舗を増やしている。2012年6月15日には NTT 東日本関東病院のレストラン棟に2号店となる NTT 東日本関東病院谷田食堂をオープンした。1号店、2号店は業務提携によってライセンスを受けた飲食チェーンの株式会社きちりが事業を実施している。2014年には 福岡役員谷田食堂、秋田谷田食堂がオープンしているほか、北海道大学病院や住友病院、アピカル院京都うちにそれぞれ提携店舗を展開している。なお、これらの谷田の社員食堂を起点とするビジネス展開は2012年4月に日本マーケティング協会の選出した第4回日本マーケティング大賞を受賞している。2018年には 谷田カフェの出店も開始した。ありがとうございます。